では激辛ラジオニュース、今日もみんなの心に火をつけちゃうぞ、やってきました。はい、今夜は高円寺近くにいるんですけども、今回ですね、激辛ラーメンになります。お店が鉄板焼き&ラーメンダイニング麺所神の手さんになります。こちらですね、激辛ラーメンがですね、数々のテレビに紹介されてます。目覚ましテレビやら、ニュースエブリー、そして有吉ゼミとという感じで各種メディアに取り上げられています。でこちらですね、なんとラーメンが燃えるというね、火炎ラーメンという激辛メニューが有名ということで、今回ここにチャレンジしていきたいと思います。それでは行きましょう。神の手ゴッドハンド。なんとですね、これ裏メニューでね、ですね、この火炎ラーメンの上になんと地獄ラーメンというものがあったので、今回ちょっとこれに急遽変更してこれにチャレンジしていきたいなと思います。相当ヤバそうな感じなんですけども、5種類、はい、唐辛子ですね。いただきます。さあ、神の手さんの地獄ラーメン、お手並み拝見ですよ。神の手、もうさっきまで燃えていたが今は鎮火しているぞ。とんでもないものに出会ってしまったようだ。うわ、この重量感、辛いプラス痺れますね。猛烈に唐辛子の辛みがブワッと口の中に広がってきますね。非常にやっぱこう火を出してた、そうか、香ばしい香りがめちゃくちゃしますね。このチャーシューもめちゃくちゃほどプリプリですよ。これおいしい、柔らかい、お肉の旨味がじゅわっと口の中に広がります。わかめも入ってる、ものすごくしみる。スープは味噌ベースとなってます。非常に濃厚な味わいとなっております。辛さも旨味も凝縮された一品でございます。まさに地獄の底に突き落とされるかのような絶望的な辛さ。しかし箸が止まらない。いや、止まってるな、辛いぞ。すごいね、これどこ食べても辛い、そしてしびれる。これは難易度高いな。辛さプラス山椒のしびれがあるとペースよくこうポンポンいけないんで、余計辛さが。麺はほぼ終わったんですけど、残りこのスープですね。これスープきついな。うわあ、重く後半にのしかかってくる。おい、水ないときついね。ごちそうさまでした。
それでは辛さレベルの発表していきましょう。麺匠神野亭さんの自己グラメ辛さレベル、じゃーんじゃーん、辛さレベル8でーす。おめでとうございます。いやー久しぶりにこんなね、あの辛いラーメン、もうラーメンというかこう担々麺のようなドロッとしたスープでしたけども、一押しはチャーシューですね。甘噛みでこう噛み切れるようなチャーシューの柔らかさでした。スープ自体もね、味噌ベースの非常に濃厚な味わいとなっております。お腹もいっぱい、胸いっぱいといった感じです。本当に辛かった、名前負けしてない、まさに地獄のようなラーメンでした。というわけで、もしこの動画がいければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter とても更新しますんでフォローお願いします。神の手。